どう？低くなった。あ、低い低い。2センチでも変わった。ハロー。The reality has returned to the center stage at the 2024's Tokyo Auto Salon. The reality debuted in 2020. Until then, WRC's WR car were based on mass-produced commuter cars for elderly people. It was very far from commercial sports cars, but Akio Toyoda, Toyoda thoroughbred, forced WRC's car back into the commercial sports cars scene.However, in Japan, motorsports are not as popular as baseball or small wrestling. And the GR reality is only used by some enthusiasts and some young people on mini circuit. And it is also used only a small number of domestic rallies. Despite its content, it's received a little attention. Very, very little attention in Japan. Still,To meet the annual sales homologations of 25,000 units, which the FIA assumes will be used for shopping vehicles for elderly. To secure sales of GR Yaris, which is more for professional use, only there for enthusiasts. To clear homologation in the GR Yaris and to continue to participate in WRC, Toyota has made a significant updates. Automatic setting can expand the market and solo measures against negative.No one expected such a drastic improvement. I'm fine with it because I make major modifications to all negatives myself. But I also feel a little bad for people who have recently delivered all their models. In that case, I recommend a modification that does not preserve the original spec, like me.1700にするやつと、これなんかレース用のピストンだな。あんまし見たことない格好ですね。あ、何やってんだろう。車番でいきますと14号車、28号車、32号車、それの体制発表になると思います。このルーキーレーシングっていうのはガズレ、これはヤリス、一個前よ。バイク屋で中古で買ったらしい。でこれはまあさ、まあセンチュリーの出たてだから、で一番向こうに気分があった。6年だけど、譲ってもらったらしい。金出して買ったって言ったら
シエラかと思ってたら、なんだ、ケイノってんだ。これはね、あのルーキーでした。これが新型。ちょっと座った。座っていいかな。座れるな。お仕事。行ってみよう。そんなの。発売は決まってないですよね。春を予定します。春だった、はい、あ、じゃあ近々に出るんですね、はい、あもうバックオーダーになってるんですか、まだ正式に受注は取ってないと思います。あ、そうですよ、はい、ピストンの材質ってどう買ったんですか。ピストンの材質、アルミ混合のちょっと成分の中身を変えてます、うん、変えた感じ、ねはい、で強度を上げて都内やつ耐えれるようにやってます。なるほど、はいはい、じゃあ単調になったとかじゃないんだよね。もともと大きくあの変えるというよりはその成分の配合を変えたりするところです。なるほど、ね、すごい。よっくるショット。よし。どう？低くなった。あ、低い低い。2センチでも変わった。はい、あの今ファースト持ってて。25mm。あ、本当ですか。ありがとうございます。あのビデオで見るやつかっこいい。事前にあの勉強してきていただいてると思います。そうそう。ああ、オートマだ。まずもより低くてより手前なんで。あ、手前だったね。はい、あ、これだったらね、ここはね厳しかったですね今までね。そうですね。でこれも上がって。まあ上50、下50やって。50ね。まあこんくらいしかなかったから。あーなるほど、これはあこれも高くなって、はい、なるほど、そうですね、そうですね、ありがとうございます、すみません、どうも時間取らせちゃって、そうそうそう、ボード変わるとあの走りの変わりますね、変わるでしょうね、アクセルの隙も変わります、ね、そうですよね、一応トルコン入ってるんですかね、トルコンです、はいはい、まあ前段ロックアップみたいな、前段ロックアップです、ですね、はい、すみません、という形でございます、いろいろそう案外ね、でこれ今までここなんかやったんだけど、ハイマウントストップランプがなくなってここに来たら、でここが塗装になって。でここがディフューザー形状が穴になって、こんな変わると思わなかった。でタイヤとね、でここはさ、マイカーがね、ぶつかってもいいよね。ぶつかってもいいよね。パーツがバラバラに変えられる。ラリーの熱なんかぶつけるんで、ラリーの熱ぶつけるんで、あのラジエーターがここに余分について。だからこれはマニュアルかな。わかんないな。これ、あ、マニュアルだな。マニュアルの場合は、マニュアルの場合はつかないのかな。マニュアルのオートフルなんだよね。あ、ないない。ここない。ここはね、マニュアルの場合はここは何もつかない。オートマだとここにクーラーがつく。ラジエーターはついてるね。あ、ついてない。これクールパッケージがついてない。なるほど。あれついてるんじゃない。これがついてるんじゃない。よくわかんねえや。わかんない。見てみるか。これはマニュアルなんで、はい、オートマのクーラーがついてなくて、はい、こっちもついてないですよね。フルパッケージじゃないと。これは実はもう、うん、なんていうんですか、コンセプトモデルなので、はいはい、ちょっとあの何て言うんですか、あの本当の仕様と違う形になってます。あ、いろんなパーツだから。いろいろなってて。試作用になってたりとか、はい、なんで、ちょっとこれで多分見せちゃってもって感じでは。あ、なるほど、はい。クールパッケージってのは、はい、分割ラジエーターが作ってる。クールパッケージ。なんかあったね。クールなんてなんかこうボンネットに穴が開いて、はい、なんか冷却。冷却のいいモデル。あ、これカタログってあるの？これ。あ、こちらの。あ、です。はい。こちらですかね。ああ、なるほど。はい。あ、じゃあ両方つくんだね。そうですね。これただDAT の装着車に対してつくっていう形で。フルードがついてるわけね。そうですそうです。フルードクーラーがついて。DAMのクーラーがついてるんで。じゃあマニュアルの場合は。はい。つかないよね。マニュアルはサブラジエーターはつきます。あ、こっちはつくだけね。はい。こっちはないです。ないわ。はい。でも穴ボンはまた別のオプション。これは、GRM のやつを色塗ってます。はいはい、ああ、じゃあパーツとして買ってつけるみたいな。そうですね。このパッケージとは関係ないです、ね。これとは関係ないです。なるほどね。なので、はいはい、あちらにちょっと展示されて、あの、あそこに釣ってあるボンネット。ああ、なるほどね。あれですね。はいはいはい。クリームパッケージだもん。まあですよね。あれも前から売ってたんですかね。あれはそうか。そうですね。なるほど。なるほど。値段結構高くなるんですよ。高いですよ。どんくらいだ、あ、じゃあ全体で。あ、いやいや、そんな感じ、ね、あの、何十万ぐらいの感じ。多分そんな、そうなんです。エンジンのピストンが強化されている。カローラと一緒なんです。あ、カローラと一緒、はい、あ、じゃあ特別今回のが新しいってことじゃなくてボルトエディションと同じで、はい、ピストンの材質に変わったっていうけど、はい、そんなに、前のやつからですね。あ、変わってるわけ、ね、前の、ボルゾーの303馬力の、ね、272馬力の旧ヤリスからは変わってるわけ、ね、303と同等になったと、はい、そうです。なるほど、わかりました。どうも、すいません。どうぞ、どうぞ。
から森蔵こっちの方で見る。これあれだよ、やはり狭いもんでさ、ここらの方がね、乗りやすいんだよね。だから、車掌もこっち乗ってるって言ったんだよ。ちょっとちゃんと撮ってもらう。俺乗るの方がいいな、格好があるから。でかすぎだろうね、タービン。でかすぎ。人たちがやることは許しませんと。そうですよね。通話なりますよ。本当は二輪もありますから。二輪のクラブチームもあって。普通のタイヤっぽくないんだけど、マットタイヤ風なんだけども、スノーでホワイトレザー。手ジムに似合います。すごい力入れてるから。もう買ってます、ね。この間のね、この間のモーターショーではまだね、売り出してなかったんです。エアロ、エアロやバンパーのボンネットとかね。新作かな。変わってない、前と。